こんにちは。いつも元気なサムちゃんです。今日は、そうだな。2017年もう1月も15日過ぎました。皆さんどんな夢、今年どんな夢見てますか？じゃあ、ドリーム、夢書こうと思います。で、横書きにするよりちょっと変わった感じで書いてみようと思います。どうかな。ちょっと縦書きって斬新じゃと思う。で、じゃあここに夢。夢って書きます。で、楽観はどの辺行こうかな。この辺、はい。今年も皆さんの夢がたくさん叶いますように。いい年にしましょう。じゃあね。今日も見てくれてありがとう。